はい、じゃあ話します。じゃあ最後ですね。はい、まあ、今日はあの諸仏称名の願、行観についてお話しております。行観とは我々が実践する行とは何か。この行によって私たちは悟り開けますから、それをお釈迦様の御心は、ね、信頼上には諸仏称名の願に誓われていると。諸仏が名を称える、名号を称える、説法を諸仏がする。それを我々が文語名語で文名聞けば、それがそのまま行になるんだと。でこの行はね、自分の行ではあるけども諸仏からいただく、阿弥陀仏からいただく、そういう説法によって行になるんで大行とおっしゃってね、自分の行であるけども自分じゃないというみたいな感じで、ね、代わりの行ですか。ああ大行、大きな行、あ、ね、あの大とは素晴らしいという意味 で阿弥陀仏から賜る行みたいな意味合いですよね。あ、まあ、両方私たちの文法と諸仏の説法、これを大行とおっしゃってね、これが私たちが、ね、やるべき実践行、つまり皆さんならば文法ですよね。でそれを信頼上には根拠をね、まず最初は大無量寿経を5つ挙げました。で次に如来偈を2つ挙げました。でさらにあとね、大阿弥陀経と平等学経を挙げて大無量寿経の根拠は終わります、ね、まだまだもう徹底して挙げるんですね。でこの2つはあの医薬本といってね、大無量寿経を訳した時代と人が違うんで微妙に内容が違うんです。でもね、そこに仏意がしっかり込められていて、皆さんにとって大切な内容が収まっているんでね、まあ、ちょっと難しいけども頑張ってね聞いてくださいということで、内容もちょっと信頼書に書いてる部分があるんですけどね、そこを今から紹介します。で次3番目の大無量寿経の、あの医薬本ですけどね、一般的には大阿弥陀経というふうにね言われて、まあ、ちょっと古いお経なんですけどね、この大阿弥陀経の御門を出しておられます。でこの大お経のね、正式名称がちょっとややこしい。これが正式名称、仏説諸仏阿弥陀猿仏壇加度人道経、これが正式名称なんですね。もっと言わせてもらいますとね、実はねこのお経ね、本当はね諸仏が抜けてるんです。本当の正式な名称は仏説阿弥陀猿仏壇加度人道経、これが正式名称なのに、信頼書にねあえてわざとね諸仏を入れたんです。ここに注目しましょう、ね、わざと信頼書にね、つまりね信頼書にとってはね、阿弥陀仏と諸仏はねイコールなんです。信頼書の解釈はね、阿弥陀仏は本体ですね、目に見えない力、阿弥陀仏は存在する、ね、でもそのままでは私たちわからないんで、阿弥陀仏と御心をね表すために分身といってね、阿弥陀仏の分身が、ね、諸仏として現れていると、こういう御心なんです。これはあの九伝承に書いてあるんですけどね、阿弥陀仏が本体で、でも皆さん阿弥陀仏見えないでしょ、あ、力はある働いてるけどもね、わからないから具体的な方が諸仏なんですね。で諸仏が皆さんの前に現れて説法をして、そして皆さんの苦しみを抜いていってね、それで全ての人を救うというのが阿弥陀仏の遠大無類なご計画であります。これを十世紀で阿弥陀仏は誓われてるんですね。でそれでそのことを分かってもらうためにね、この阿弥陀大阿弥陀経を引用するときにわざとね、阿弥陀仏と諸仏はイコールであるということを表すためにね、仏説諸仏阿弥陀というね、こういう言い方で表そうとされてるんです、ね、この大阿弥陀経というのはね、仏説諸仏と阿弥陀仏はイコール、ちょっと皆さんびっくりするかもしれませんが、ね、この言い方はね、龍樹菩薩、天神菩薩、曇鸞大師はこの言い方なんです。で禅宗大師からちょっとね、時代背景もあって阿弥陀仏が王様で阿弥陀諸仏が家来というね、まあ、そんな言い方はちょっとありますけどもね、本当のこと言ったら阿弥陀仏本性仏だけども、ね、このイコールで、ね、教えて、つまり実際諸仏が説法していくと、やっぱり説法によって救われるということはやっぱり示したかったんだと思いますけどね。読んでみると仏説諸仏が阿弥陀仏の具体的な現れなんだと。でその阿弥陀猿仏壇、これ仏壇ね、根拠ここにありました、うん、仏壇というのはね、なんと大阿弥陀経というねお経の名前から取ったんですね、仏壇。
ね、阿弥陀猿仏壇、猿仏壇、これ阿弥陀仏のことをこういうふうに言うんですわ。阿弥陀仏のことを阿弥陀猿仏壇、猿仏壇と言うそうなんですね。でもう一つ加わっているのがね、加度人道橋、これ大事ですね。これ意味はね、人の道をね解くんですね。次渡る、つまりね、人をですね、私たちをですね、幸せな世界にね渡すのが仏教なんですね。過ぎて渡す、私たちをね、悲願から悲願に渡す、そういう道を解くのが仏教なんですね。これを加度人道橋といってね、我々をこの悲願ね、シャバ世界から悲願にね渡す道を解くのが弥陀本願であり、それが仏教なんです。それもね、まあ使いたかった、付け加えたかったんですかね。これを諸仏が実際ね、説法していくと、ね、説法によって皆さんをね、人のね、人を渡す、ね、人を渡して、そして、幸せな道に導いていくのが阿弥陀経の内容なんだということを示すために、こういうお経が、お経の名前がついてるんです。じゃあどんなお経なのかちょっと見ていきましょう。ちょっと長いんでね、ポイントだけを簡単にちょっと申し上げますと、まず一度さらっと読んでみたいと思いますね。どんなお経かといったらですね、大師に願ずらく、もしそれが私が仏になったならば、ね、我が名字、ちゃんとありますね、私の名前、ね、名号を聞きなさい、我が名字をして皆八方上下数限りない仏の国に聞こえしめ、ね、私の名前を聞けばいいと。門語名号ですね、ちゃんとね、門語名号、名前を聞けば、名号を聞けば助かると。聞こえしめ、聞かせて、大宇宙のそういうね、人々に聞かせて、でこれを今度はね、諸仏、今度は諸仏が具体的にね、諸仏をしておのおの一般の比丘とかね、大衆の中に交わってですね、その諸仏がですね、大衆の中に飛び込んで、ね、我が功徳、ね、この功徳と国土の善、ね、この功徳と国土の善をね、これを解くんだと。功徳の説法ね、功徳を与えていく。で、このね、この幸せな極楽浄土の善、やっぱり善をね、解く。善をやっぱ与えていく。これを解いていかればならない。ね、こういう説法を聞いていって、皆さんも救われていくんだと。国土の善、ね、我が功徳と国土の善を解くのが諸仏の任務ですね。で、それを今度はね、私たち諸天人民賢否難度の類、今度私たちがこれを今度はまたね、我が名字を聞きと、同じ内容ね、我が名字を聞き、これ実はこの本がはね、17巻と18巻がね一緒になってるんです。実はあの大無量寿経というのは48巻ですけどね、古い無量寿経はね24巻なんです。だから24巻で大は同じですけどね、24巻だからね、17と18がね一緒になってるんです。これが大阿弥陀経の一つの特徴なんですけどね、でも内容はないですから、24願経がこの大阿弥陀経です、ね、でそこにはね、ちゃんと諸宇宙上すべての人々は我が名字を、名号を聞いたならばどうなるかといったら ね、地震が起きる。しっかり皆さん仏法を聞いたらね、皆さんどうですかね、慈悲の心起きてきませんか、ね、今までは許せなかった安倍何しとるんだとね、文句言ったら、いや、そんな責められない、ありがたいことやと、今10万円いただいて、ね、年金もね、ちゃんとね、いただいて、文句言えるような我が身じゃございませんと。やっぱりだんだんね、仏法聞いていけばね、やっぱりね、許せなかったものが許せるようになるんですよ。ね、これあの我が名号を聞けばね、なっていくんです。このね、慈しみの心、慈悲の心がね起きてくるとおっしゃるんですね。慈心をしてね、慈しみね、許せない相手が許せる ね、テレビでね文句ばっかり言っとった人間がね、そんな言えません。私も立場立ったらああいうことをやるかもしれない。で桜の会開いてね、でそういうこともね、あのもし自分が安倍首相だったら同じことをやります、言えませんと。普通こういうふうに普通はなると思うんですよね。私もやる可能性ありますよね。だそんな文句言えませんわ。だいたいそういうようなことでだんだんね許せるようになるんです。ほんでね、地震が起きて歓喜予約ね、
喜び喜び、ね、で天に踊り地に踊る、ね、仏法を知らされたね、観は身を喜ばせる、気は心を喜ばせる、湯は天に踊り、薬は地に踊る、天に踊り地に踊る喜びが起きて、そして我が国に来生、ね、浄土に来たり生まれることができますと。名具を聞いていけばね、だんだん少しずつであるけども慈悲の心が起きて、ね、この喜び歓喜予約の心が起きてくるんですよと、ね、歓喜予約しないものはないと、みんな起きてきますと。必ずね、遅から早からね、ちゃんと仏法を聞いていけば必ずね、地震が起きて歓喜予約しないものはない、ね、もしこの願をね、得なかったら私は仏にはなりませんと。でこれが大仏教の、引用文、まあ大仏教は一つだけです、引用文はね。で次長いのがね、平等学教団、これ結構ね割とね長いんですけども、頑張ってね、話したいと思いますね。最後平等学教、これで、ね、4つの御門引用されてます。4つね、どういう内容かと言いますと、平等学教1、まず1番目いきますね。この平等学教の正式名称を無量正乗平等学教と言います。意味はね、平等、これ実は仏語、これ仏の悟りを言うんです。今日本語でも言いますわね、平等いう言葉ありますわね、これ実はね仏教の言葉なんです。仏様はね、全ての生命をね、平等に見るんです。差別しない、価値がある価値がない、そんなね二つに分けてね、見捨てたりね見下したりしないんです。全ての生きと生きとし生きるものを平らにね等しく見る、そういう悟りが仏の悟り。ただ仏の悟りを平等学と言うんですね。これ仏の悟りのことを言います。で正式名称が、ね、阿弥陀仏のことは無量正乗平等学という言い方もするんですね。だ私たちもこの働きがね、降り注がれるんです。無量限りない力が仏様にはございます。それが我々に降り注がれていくんです、ね、限りない、しかもね、皆さんの汚れた心をね清らかにする、ね、汚れを清らかに、ね、濁った心を清らかに、汚れたものを清らかに、まずは照らしますけど、まずは症状というのはね、皆さんの煩悩を照らし出して、まずは己の姿を知らせてね、お粗末な自分でございますと、今まで上から目線でね見下してた自分が同じ変わらないというふうになって、ね、自分を懺悔して、で懺悔すると滅人、懺悔滅罪で罪が消えてね、でだんだんやがて減っていくです。まず最初はね、みんな同じだというね、同じ目線に立つようになって、その後だんだんこの症状の働きがね、降り注がれて、だんだん煩悩が少しずつね減っていきます、ね、あんだけ怒りっぽい私がね、ちょっと怒りが出にくくなったりね、すぐ元に戻ったりしてね、許せない相手が許せるようになったりしてね、だんだん心にも変化が起きてきます。これは無量正乗という働きがあり、我々を平等、全ての生命は平等であることをね照らし出す働きが物力にございますから、それをね無量正乗平等学という名前をつけてね、これ無量寿教の別名でありますけど、意味は無量寿と同じね、実は意味なんですけどね、これは正式名称。これなかなか内容が深い内容なんで、信頼さんに詳しく引用されてまして、見ていきますとね、まあ、これも上巻下巻2巻分かれてまして、まず上巻にはですね、私が仏になった時に我が名をして、私の名を我が名をして、八方上下数限りない仏の国に聞かせてやりたいと、ね、我が名を聞けばというね、ここ言いたいですよね、名号を聞けばということでね、聞くことの大切さをおっしゃってますね。そしてね、その後次諸仏、諸仏方がおのおのね弟子の中にね入っていって、そして我が功徳と国土の善を褒めたたえると、さっきと同じね、同じ内容ですね、我が国土と功徳のね、功徳と国土の善をね、これ説くのが諸仏なんです。これ全く同じ文章、ね、同じお経ですから当然ですよ ね、我が名を聞いて、ね、諸仏が功徳と国土の善を説いて、それを聞いていけばどんどん心もね、煩悩も減っていって幸せになっていきますよと、ね、そしてさらに
まあ、これも24眼鏡なんですけどね、これも。だから17、18が一緒になっておりまして、書店人民何度の類、すべての生きとし生きぬものは、我が名字を聞きて、我が名を聞きて、ね、聞いたらね、ことごとくみんな喜び、予約、これも同じような文章ね。聞いたらみんなことごとくね、予約歓喜する。ね、ことごとくみんな予約する。そして我が国に来生、来たり生まれることができると。もしそうでなかったら仏にならないと。これは一つ目の、同じ文章ですけどね。これは一つ目の文章。次二つ目いきますね。次、私が仏になった時に、ね、私の国以外の人も救おうと。今聞いてる、聞いてない人も救いたいからね。他方といってね、自分の国以外のね、仏法を聞いとらん人、他方のそういうね、国の人たちが、もし前世で過去世でね、悪いことをしていた。そんな人でもね、それをそういう人も救うためにね、前世のために悪いことをしていても、私の名前を聞いたら、ね、名号を聞いたら助けてやると。私の名前を聞いて、ね、聞いたらそういう人のためにね、私はね、救ってあげたいということで、ね、我が国に来生せんと思うならば、ね、命終わった後ね、普通ならば三幕道に落ちるけどね、三幕道に落ちないようにさせてやりたいというね、そういう本願を、これ皆の本願に一眼にあるんです。一眼二眼にあるんですけどね。だからそういう仏法を聞いてない人も、私の名号を聞けば、ね、仏法を聞くことによって三幕道に落ちないようにしてやると。だから続けて仏法を聞いてくださいと。だから仏法を聞いたらね、たとえ悟ってなくてもね、三幕道に落ちないんです。聞いてたらね、だからしっかりね、聞いてくださいとおっしゃるんですね。たとえ過去世で悪いことしてても、それを懺悔して認めて、俺は悪人じゃないじゃなくて、すいません悪いことしてましたと。さらに懺悔したら、それはね、滅罪で消えますから、ね、懺悔滅罪で、ね、懺悔したならばね、命終わってね、また普通ならば三幕道に落ちるけどもね、落ちないようにしてやると。三幕道に帰らないようにさせてみせますと。で、すなわち我が国生まれんこと、ね、生まれであることを心の所願にあらん。もし それができなかったら、私は仏にはなりませんと。これが二つ目のね、引用文でございます。次、三つ目。ちょっと書いてませんけどね。こういうね、ちょっと興味深い内容がございます。どんな内容かといったらね、アジャセ王が出てくるんですね。アジャセがちょっと登場してきまして、アジャセの話がちょっとここに出てきてね、こういう話が出てくるんですね。どうなんかと言ったらですね、読んでみると、アジャセ王大使がね、あの後ね、仏法を聞くんですね。アジャセが仏法をね、で、アジャセ王とあとね、500人のね、長者の子供がね、この無量寿経を聞くんです、ね。アジャセ王大使および500人のね、長者の子供がね、この無量正乗平等、無量正乗仏、これ阿弥陀仏ね、まあ、これは24眼ですけどね。48眼と同じで24眼の話をね、アジャセは聞くそうです。聞いたらね、みんなね、アジャセプラス500人のね、長者の子供たちはね、みんなね、大いに歓喜役ね、いやー嬉しい、いい話を聞いたけど、アジャセ悪いことしますからね、悪人でも救われる本願が消えたことで、アジャセはね、ね、含めてこの長者たちもね、みんな大いに歓喜予約した。そしてこういうこともだそうですね。心中にね、心の中にね、みんな等しくね、こういう願いを立てました、ね、私たちね、いや私も仏になりたいですと、私が仏になった時ね、ね、私もね、今はなれないけどもね、私が仏になったらね、私ね、このみんなね、阿弥陀仏、無量正乗仏のようになりたいと、アジャセ思ったそうですね。アジャセとあと500人の、ね、長者の子供がね、皆の本願聞いてね、いやーすごいな、皆さんも48がもし聞いたらなる可能性あるんですよ、ね、いやーこんな願い私もね、今は無理やけどもね、でも願い本願起こせたらいいなとアジャセは思ったそうですわ、ね、これ書いてます、ね、24願を聞いて皆歓喜して、ね、私もね、私が仏、私たち、ね、はみんなね、仏になった時にね、阿弥陀仏と同じ無量正乗仏のごとく私はなりたいと、こういうふうに発言したんです。するとね、発言したところをね、仏はこれをね、ご覧になられ、この心を知られて、こうおっしゃったそうですね。
諸々のね、ビクソーたちにおっしゃったんですね。こう言われました。おい、お前たち皆さん聞きなさいと。うん、アジャス、こういう頃起こしたわね。このアジャセ王大使はね、アジャセ王と500人の長者の子供たちはね、将来どうなるかといったらね、うん、まあ、今生は無理やけどね、未来、生まれ変わって未来の時にね、無王子という長い期間を経てね、この人たちはね、皆仏になるであろうと、願を起こしたから。皆ね、まさにね、仏になって、無量生成仏のごとくなるべしとおっしゃったんです。だから皆さんでもね、皆の本が聞いてね、なりたいなと思ったらね、なれるんです。次、生まれ変わった後ですけどね。これをお釈迦様は鬼滅と言ってね、なれることをね、証明というかね、だからお前たちもこの願いを起こしなさいとおっしゃったんです。起こしたらね。起こしたら未来必ずなれますよと。こうお釈迦様ね、お弟子たちに語ったそうですね。このアジャセ王大使及び500人の長者の子供は、後無王子宮を去った後、皆全員がね、仏になって、阿弥陀仏と同じ無量生成仏のようになるであろうと。こうね、おっしゃった後ね、さらに付け加えてこうおっしゃった。お釈迦様ね、このアジャセ王の大使、アジャセですね、それで500人の長者の子供はね、菩薩道を成して、いわゆる菩薩になりたいと思ったんですよね。ね、私はこの本願を落として阿弥陀仏のようにね、生きとし生きるものを救いたいというね、菩薩の道をね、成して、この方ね、無王子宮において、皆おのおの400欲物を供養し終わって、今来たりて我を供養せる。実はね、こういうのが起こしたことはね、過去世でね、仏法を聞いてきたということなんです。もし皆さんも来たらね、過去世で、アジャセ王はね、どうか言ったらね、教え方もおっしゃるんですね。実は過去世でね、こういう願いを起こすのはね、普通は起きないんですよ、なかなかね。でもし起きるとしたらね、このアジャセはね、過去古い昔においてね、皆ね、おのおのがね、400億仏、400億の仏様と過去をね、あってね、供養をしてきたそうですね。仏様にね、供養、400億仏のね、仏様をね、供養をしたという、これものすごいこれ功徳あるんですね。400億仏を供養したから今今生においてね、私を供養するんだと。供養とは何かといったらね、これ意味はですね、備える、養うですからね。一応言葉から言ったらね、生活の面倒見るんですね。出家一切何もね、お金持ってないからね、皆さんからいただいた財政で生きてるんですけどね、一応供養といったら、衣食住と薬なんです。これを用意して、その生活を支えると。でそれだと大事なのは文法です。ね、だから供養して、はい、終わりですじゃなくて、やっぱり一番大事なのは仏法を聞きたいから供養するんですよね。その、ね、供養をする、過去世、こういうアジャセはね、長者の子供たちはね、仏様、400億仏というね、過去世でね、仏様に供養してきた。そういう種があったからね、今、根性でこれを聞いてね、阿弥陀仏のようになりたいという菩提心が起きたと、お釈迦様ね、種明かしをされてるんです。それがここに述べられてね、供養し終わって、今ね、今根性でね、あなたたちはわしに、この釈迦に供養するんだと、こうおっしゃったんですね。でね、このアジャセ王大使及び500人の人たちはね、実は前世でね、化生物という仏様、お釈迦様に実はおられたそうなんですわ。釈祖の前にね、この地球上で化生物という仏様がいた時にね、私のためにこの人は弟子になっとったそうです。このアジャセですかね、やっぱ過去世に聞いとったんですね。だから今根性でも会えるんです。だから皆さんでもね、また次の章またね、仏法を聞ける可能性高いですよ ね。やっぱりそういう仏法を聞いてきたというのは絶対消えないんです、ね、過去世では化生物の時に私の弟子となってたと。それが因縁があったから今ね、根性でもね、また再び再会して、共にね、会って、共に仏法に会えて、仏法が聞けるんだと、こうお釈迦様ね、種明かしをされるんです。で、これを聞いたね、ビクたちは、このお釈迦様の言葉を聞いて、みんなね、心に予約。いやー、じゃあ私たち過去で聞いてきたんだね、よかったというかね、喜びをあらわにしてですね、そして、ますますね、仏道修行に励んだいうことなんですね。でこれが3つ目のね、引用文ですね。で最後4つ目、あといきますね。これちょっと長いですけどね、これ一番大事、ね、
平等学教の4つ目の文章を今からね説明いたします。これが一番私ね大事だと思いますね。でこういうふうに始まります。で仏法ね、格のごとき人、仏の皆を聞いて、仏の名を聞いて、ね、心よく、ね、これここですね、仏の名前を聞いて、ね、心よく安穏にして大利を得ん、ね、皆さんね、しっかり仏の名前、つまり文語、名語、仏法を聞いていくとね、必ずね、心よく、ね、安穏、心は安らかに、穏やかになりますから、しっかりね、仏の仏教を聞いてくださいと。そうしたら皆さんね、大利、大きな利益が、大利が得られますよと、こうおっしゃってますね。で、私たちが、類、この、ね、この徳が得られますと。そしてまたこうもおっしゃるね、この仏様はですね、私たちにこういうね、鬼滅といってね、鬼滅を授けられますね。皆さん仏法を聞いている人に対してね、私は前世で本願があったと。一切の人々よ、皆さんがね、仏法を説くのをね、ね、聞いたならば、ね、皆ことごとくね、私の国に生まれてくるだろうと。ね、法を聞いたら、私国に生まれられると。我が願ずるところ、私の願いはね、もう皆具足したならば、ね、あらゆる国からね、生まれきたものをね、みんなね、ここに来たり現れて、二重天が得られますと。仏法を聞いたらね、やはり正成就二重天になれますということをおっしゃいまして、ね、で、この後にね、この次にね、この仏法を聞いたものはね、ね、安楽国に至ることができる。そして有名なね、必死無量光明度、ここに出てくるんです。この平等学教にね、仏法を聞いた人は必ずね、無量光明度、ね、限りない光明の世界に至って、ね、数限りない仏様を供養できると、こうおっしゃるんですね。で次にね、でじゃあこの仏法を聞いたらどんな人かといったらね、この苦毒のない人は聞けないそうです。やっぱ過去世で祝善がなかったら、この苦毒がある人にあらずは、このお経の名前を聞くことはできない。このね、仏法を聞くことはできるのはやっぱりね、過去世で祝善があった人。この苦毒ある人にあらずは、この経の名前を聞くことができない。聞ける人はね、ここにね、ただ正常に戒を保てる者が正法が聞けるとおっしゃる。皆さん今着るのはね、過去世でやっぱりね、少女、心を清らかにしたい、ね、清らかな純粋な思いを持って、戒をね、戒、ね、誤解、責めない、盗まない、不倫をしない、酒を飲まない、嘘をつかないというね、誤解というのを保つ。これをしっかりね、保った人が、現在正しい仏法が聞ける。消防やっぱり戒ね、平気で破っとったらね、仏法聞けないんです。やっぱり最低限は誤解やっぱり保つのが大事なんですけどね。ただ正常に戒を保ったものが今ね、この正法が聞けるんですよと。そして一番いい段に今からですよ。祝世の時に仏を見立て祀るもの、やっぱり過去世でですね、過去世で仏に会ってきた、仏教を聞いてきた人がね、根性ではね、好んで楽しんで世尊の教えを聴聞すると、こうおっしゃるんです。で実はね、聴聞の根拠ね、ここなんです。一箇所だけじゃないんです。聴聞に嫌われる言葉はね、行間のね、この平等学教のここだけなんです。ここではっきりとね、聴聞って言葉が出てくるんですね。大仏教ではこれ実は行聴とあって、ちょっと聴聞じゃないんですよ、大仏教では。でも平等学教では聴聞とあるんですね。楽しんで、皆さん過去世で仏法を聞いてきたならばね、過去世で仏に会ってきて聴聞してきた人は、根性をね、楽しみながらね、楽しんで世尊の教え、仏教をね、聴聞することができると。でここで気をつけてもらいたいのは、この聴聞の意味について、親鸞聖人ね、ここだけね、作訓と言いまして、このね、親鸞聖人はね、大事な仏語にはね、この作訓と言いまして、この左側にね、
あのカタカナで説明されてるんです。これ大事ですよ。これからしっかり聞いてください。これ長文の作文にこう書いてあるんです。許されて聞く。許されて聞く。これが長。許されて聞く。許されて聞く。門は信じて聞く。こういうふうにシーナージュがカタカナでおっしゃってるんですけどね。これが長文の意味だとシーナージュがおっしゃってるんです、ね。これ私大事だと思うんですけどね。まあどう解釈するかなんですけどね。長文というのはですね、長は許されて聞く。門は信じて聞くというふうにシーナージュにはね、この、 あの漢字の意味をですね、指南承認なりに理解されて、皆さんにね、おっしゃってるんです。これはあの原本ね。この普通聖典には書いてないんですけど、あの教養新潮のこの原本を読んでみると、この横にね、左やからね、左のこれ教え、作文と言いまして、ね、この横にね、許されて聞く、信じて聞くと書いてあるんです。ね、皆さん、この聴聞によって救われますよね。ということは皆さんはですね、私たちは許されて聞く、信じて聞く、これを実行していけばいいんです。うん、意味はですね、まあこれをどういう味わうかいろいろね、あの見解はございますが、私が味わうにはね、まずね、許されて聞く、ね、許されるという言葉ですよね。これはね、まずね、私たちは人をね、許せば許されるように世界は感じる、ね、責めたら責められる、馬鹿にしたら馬鹿にされる、人に優しくすれば優しくされる、これ有意識と言いますね。やっぱり有意識だと思うんですよ。皆さんが世界にね、発信したものはそのままね、跳ね返って、私たちは世界を感じるんです。仏教ではね、ね、俺は絶対こいつは許せん、これは地獄に落ちます、これ持ったまま死んだら。だから仏教はやっぱり ね許して、仏は、私は許せんけど仏様は許すんですよ。仏様はどんな人もね、平等ですから、たとえ憎たらしい人でもね、やっぱり許していくのがいいんです、うん、根に持ったらね、死ぬまで引きずってね、地獄で苦しみますから。だからね、過去に嫌なことがあってもね、ね、浄土というのはね、あの水に流せる世界なんですよね。皆さんご調子のようにね、浄土という漢字はね、三髄編に争いと書いて ね争いを水に流せるのが浄土なんですよ、ね、許せぬ相手も許していくんです。これ楽です。私もこれ今実感ありますけど ねもう過去のね、ことをみんな忘れるかね、嫌なことを忘れて許してあげたらいいんですよ。楽になりますから。いろんなテレビ見たら文句言っていっぱいいますけどね、同じ立場だったら同じことやりますから。そう思ったらね、文句言えなくなる。ほんで温かくね、みんなが私の代わりに頑張ってますよ。政治家もね、いろんな人ね、医療従事者も頑張ってますよ。応援してあげましょうよ。そうするとね、周りから自分がね、応援されてるように感じるんですね。人の幸せを思ったらね、周りからね、自分の幸せがね、祝福されてるように感じるんです。これが有意識ね。これも同じね、人を許していけばね、周りから許される、阿弥陀様から許される、諸仏方から許される、楽になりますね。許せば許される、本当は私たちね、恐ろしい罪を作って仏法を切るような自分じゃないんだけども、まあ、それを阿弥陀様が許されてというふうにも味わいます。いろいろ味わってもいいと思いますよ。で、私としては具体的に皆さんがですね、人を許していけば、ね、どんな人もね、あの過去の、ね、ことを悔恨、ね、恨みも忘れて、ね、温かい気持ちで優しく思いやりの気持ちでね、接していけばね、それが世界が跳ね返って、ね、世界はあなたに優しいと、こういうふうにね、感じられてね、あの幸せな、ね、生き方になると思うんですね。信頼書にはこの長はね、許されて聞くというふうに切らせとおっしゃってますから、この許されて聞く、相手を許していく、ね、否定しない、ね、どんな人も否定しない、許していく、これが長文、長だと。これができると今度はね、仏法が素直に入っていく、信じて聞くね、許されて聞く、信じて聞く、これによってね、私たちはこの世を幸せになれる、楽しんで好んでね、世尊の教えがね、聞けるんですよと。私は特にこの平等学ではこの5問に私は注目したいんですね。
許されて聞く、信じて聞く、これによってね、シナシュもね、救われたのかもしれません、ね、あと最後残りですね、この後まだありますから少し紹介しますと、この後次にね、人の命は稀にしか得られない、ね、仏がこの世におられてもね、はなはだ善知識と会うことは難しいですよ、ね、また信心の知恵があることはものすごい難しい、ね、だからね、今ね、皆さんは真理の知恵が今ありましたからね、門限聞いてみたならば、ね、今ご縁があったんだから精進して求めなさいと、今絶好のチャンスだから精進して求めなさい、そしてこの仏法を聞いて忘れないように、仏法をしっかり聞いて忘れないようにね、とどめてください、そして仏様を見て敬い得て大きに喜ばば、ね、すなわち我が良き信仰なり、仏様はね、親友ともおっしゃってね、ね、逆心顕教大狂気の根拠ね、仏を見て敬い大狂気すれば、ね、仏様はね、私はあなたの親友ですと、これ親友言葉ね、あの仏教から来たんですよね、まあ、ここでは信仰なんですけどね、信じる、あの厚生省の公と書いてね、信仰とありますけど、意味は親友と同じ、ね、この仏法を聞いたらね、みんなね、あなたと私は親友、親しい友、これ根拠はここです、大無量寿経なんですけどね、ここは信仰ですけどね、親しい熱いね、関係になれる、我が良き信仰なり、ね、だからこの故にね、同意を起こせよ、これ菩提心ね、あの天達にね、同意帳のがあるんですね、同意帳、私も昔住んどったところ、小学校4年生までねいた場所をね、同意帳というんですけどね、この言葉の根拠は大無量寿経にあるんですわ、意味は菩提心、これ未知菩提心、菩提心の気持ちを心を起こすことを同意と言います、ね、この同意を起こせよ、菩提心を起こしなさい、私が幸せであるようにみんなも幸せになってもらいたいというね、同意を起こしませんかと、でね、たとえ大宇宙が火の海原になってでも、この中を過ぎて仏法を聞いたならばね、まさに未来においてあなたも世相になれる、ね、仏になって一切の生老病死をどすべし、ね、仏法を真剣に求めていけば、ね、仏になって、ね、未来だけどもやがて生死を乗り越える、生まれたか生まれる老いる死をね、超越する、生老病死を乗り越えることができますから、ね、聞く聞く聞く、最後まで聞く聞く聞く、ねね、行とは、ね、文法であり説法だと、そのね、文法の一本道、長文の一本道で私たちは幸せになれる、これならば万人ね、例えば瞑想ができなくてもできたらいいですけどね、長文ならば誰でも実践できる行であり、これが阿弥陀仏が選ばれた千尺、ね、本願の浄土真実の行であり、千尺本願の行とはまさにね、諸仏の説法、それを私たちはね、説法を長文していく、これでどんな人も幸せになれる、まあ、そういう内容が行間のこれ前半部分、あとまだまだあるんですけどね、一番ポイントは今日の言いたいところはね、説法を聞く、これ我々はしっかりね、文法をしていく、で超は許されて聞くだからね、具体的には人をね、許していく、心が楽になりますからね、幸せになれますのでね、人を責めずにね、許していけばそれが跳ね返ってね、全部自分で発信したものが跳ね返りますからね、だから自分発信する心をね、反省して、ね、慈悲の心で人にね、接していけたらいいと思うんですよね、仏法聞いたらそういうこと起きますから、超も怠るとだんだんね、ムカムカしたりね、悪い頃がムカムカ出てくるか分かりませんから、こまめにこまめに仏法を聞いて慈悲の心が ね我が名字を聞きて自身聞けば慈しの心が起きて歓喜予約が起きますから、こまめにこまめに聴聞してね、共にね、まあ、臨終いつなるか分かりませんが、ね、いつお迎えが来てもね、穏やかな頃で死んでいけるようにね、最後の最後まで文法精進に励ませていただきたいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。